山口祖信から1904年8月7日は、日本の武士、陸軍軍人、家族。第五師団長、不評第3.10旅団長を歴任し、数々の戦役に、ことごとく従軍したことから、戦勝中の戦勝と評された。階級は、陸軍大将十三味君一等校二級死尺。山口藩士、山本薫の息子として、萩に生まれ、同藩士、 山口義雄門もの養子となる。母親戦争に、騎兵隊共同役として従軍し、北陸、王を転戦。維新後は陸軍に士官する。明治3年9月に、大阪陸軍共同団、第二共同隊に入り明治4年4月、陸軍軍曹に任命される。同年中に、少尉、中尉、大尉と累進八百8 7 3年10月より、陸軍少佐。 翌年1月、この F 表第一連隊が創設されると第一、大隊長に就任し、佐賀の乱に参戦。続く西南戦争では3月4日の田原坂の戦いに参加。豊岡、平原地区にジンドル殺軍右翼を攻撃したが、逆襲に愛苦戦を強いられる。当時のこのエ連隊は2個大隊で編成されており、合わせて4人の大隊長がいたが、 山口以外の三人の大隊長は全員、戦死している。戦後、不評第九連隊長、不評第七連隊長を経て1882年2月、陸軍大佐に進級する。同年3月から、熊本鎮大参謀長、1885年5月に、東京鎮大参謀長、1886年5月には、この江参謀長に就任する。 1887年9月から翌年6月まで、欧米を視察する。1889年9月、同月5日に病死した品川首相の公認として、不評第十旅団長を心得、1890年2月、陸軍少将、不評第十旅団長に進み、1894年から始まる日清戦争には、第二師団霊下不評を第三旅団長として出征する。 1>, 1月20日、山東半島に上陸し、右翼隊を率いて、異海への戦いに参加。この功により戦後の1895年8月に、男爵を授けられ、1896年10月、陸軍中将に進み、第五師団長に補えされる。1900年、北新事変に出征し戦行を挙げ、訓一等局実大受賞、功二級禁止勲章を受章する。 1904年3月、陸軍大将に進み軍事参議官に任命されるが、同年8月に成居し、死釈を追贈された。墓所は、東京都港区、青山霊園。後を継いだ、養子氏の山口十八は、死釈を終釈。十八は、後に、陸軍少将となり、不評第十一両団長、この絵不評第一両団長等を歴任する。ありがとうございます。